レキシブルタワーバーという部品は車体の剛性アップと乗り心地を両立しているという部品になります。車体の剛性を上げるという意味では他の部品でもできるんですけども、その分乗り心地が悪くなってしまうという、まあ、廃反要素がありまして、そこを両立できないかという思いから生まれた部品です。旋回する時の傾きついていない車に比べて、まあ、約 18% 程度抑えられる。傾きが減るということは乗ってる人の体の傾きも抑えられるので、ぐらつきが少なくなって落ち着いた印象になると思います。スポーツ走行される方が買う部品というイメージがあるかと思いますけれども、街中を走るだけでも効果を実感できる部品ですので、特にスポーツ走行しないよっていう方にもぜひ手に取っていただけたらと思います。